皆さんこんにちは。全厚生労働大臣の田村憲久です。皆さんも衆議院の厚労委員会を取り上げた報道で、委員会室の真ん中の席で仕切っている青い服を着た渡嘉敷さんの姿を何度もご覧になられたと思います。厚生労働の専門議員としてとても優秀な先生です。相手を思いやる心遣いのできる方です。前々回の選挙の時、私は寒風吹きさぶ中、県との工事をしている岸辺の駅前で渡嘉敷先生の応援演説に伺いました。あの場所がついに県都に生まれ変わったと伺い、とても感慨深い思いです。厚労省も県都のまちづくりに期待しています。厚労省は県都を今後スマートウェルネスシティとして発展させて、市民の皆さんの健康寿命がどれだけ伸びるか、国の成功事例に育てていきたいと考えております。そのためには厚労省とつなぐことができる渡嘉敷先生は絶対不可欠な先生です。今後の新型コロナ対策も薬が主役になっていくだろうと考えています。今まで以上に薬剤師である渡嘉敷先生は必ずや活躍していただけます。今後渡嘉敷先生が実力を発揮していただける仕事はますます増えてまいります。